レオです。リオロです。カズヤです。ゲッピーツンツン。オッケー。ジンと申します。あ、コツバチ。コツバチ。はい、ポンポン。みんな、あれっすよね、ホストクラブに来るお客さんって結構いろんな格好の人来るけども、なんか最低限これはみたいなのなんかないですか？最低限ドレスコードですね。そう、ドレスコード、ドレスコード。服着てればいいけどね。究極服着てても俺、デブはやですけどね、まず痩せてこいって思っちゃう。この YouTube デブしか言ってないから。確かに。服装じゃないし。痩せてるがドレスコードだから。もうすでに引用リツイートで最低って言ってるんですよ。デブがコメントしてるっすわ。ファンになるから。でもそうだよね。デブをさ、そう言ってもさ、歯ないと言ってもさ、来なくていいからよくない？はい。そうなんですよ。ファンファン顔が気にならないです、ね。こんな、俺が最低とか来ても、お前自分から私デブだよって言ってるようなもんですから。いや、なんか、2回目からはいいですよ。指名宅になってからはいいんですけど、初回でサンダル来るやつはやべえなって思う。指名でもまずいでしょ。指名がやばい。サンダルはやばい。指名は結構元気でサンダルで来るとか、ちょっと急いで来たとかあるかは、まだ分からんでもないですけど、初回でサンダルで来るって、お前、今までどこの宮部行ったのか分からないじゃないですか。たぶん、海の家で見たんですよ。海の家で。ちゃんと俺、スウェット、クロックス、リシャールあったから、見栄えが悪いですよね。周りから、こんな子が来る店なんだとかって、イメージが。なんか来すぎてもあるけどね、可愛くない子。でも、女の子もさ、逆に外歩く時は、私服っぽい方がいいと思う。あコストっぽいのとは歩きたくないっていう子も中にはいるよね。女の子のパターンやったら、あれはいやっすね、受けだらけで、お前、風呂入ってきたのみたいな感じで来る子、ホームレスですか？ワンチャンホームレスの説もあるし、でもさ、これファッションとも違うのもないけどさ、バーキンとか持ってると、ちょっと頑張ろうと思うんですよ、なるっす、ハリーの時計とかつけてるとか、頑張ろうと思ってても、そういうやつに使わないです、使わないです、真面目にお金使ってるっすから、こいつ、総額いくらだよってやつとか、使ってくれないんで。よう見てた、見てました。見てました。よう読んだじゃん、たぶん、そうやったら。よう、なんか、キャバ嬢がドレスで来るじゃん。ドレスで来る。最初、ホストやったときに、これ、お客さん、ドレスで来ると思ってました、本当に。僕、着替えてるね、みんなね。着替えてるっすよね。ドレス移動するやついないじゃないですか。俺、それ当たり前だと思った。なんか、カバーするときに、女の子、気合入れてくる。来るっすよ。ドレスとか、そうそうそう。とか。その時はドレスいるよね。あれ、キモくないですかね。あれ、可愛いじゃん。可愛いって言うの。もう、同調するやつだったんで、あれ、可愛いよね、みたいな。カバーの時はなんか女の子気合い入れてきてほしいですよ、僕は。まあ写真あるっすから、せっかくの記念写真撮るのに手やめもしてない、普段着でみたいなのだったら、後から見た時になんか寂しくないですか？そいつと撮った写真別に外で使わないから。確かに、まあ、見返しない。最後はどうせ見返さないしね。童貞を殺すセーターって、あれはいいかも、着てくる。あれは着てきた方がいい。あれ出れんの外に。あれえ、どんなやつ？いや、一応着てはいるんだけど、もうめっちゃ後ろがないやつ、横もない。なぜあれこの辺しかないんだ。それをドレスコードにしよう。それがドレスコード。いや、それが可愛かったら、それから、それを、うん、あれもさ、花火とかそういう時はみんな浴衣とか、はいはいはい、見るじゃん。あれも頑張ってんなって俺の中で。ああ浴衣着てくるやつって俺、6年生見たことないですか？たまにいるけど、いますよ。エース級か6年生じゃないですか。どっちか。確かにどっちか。エース級なら余計ちゃんと着替えてこいと思うけど。エース級ほど浴衣で着てほしくないですか？いいよ、お前自粛しろって思う。こっちの顔色伺いよ、めっちゃ。お前エースなんだから。外歩くなら谷間出てる普通の方が嫌っすね。恥ずかしいっすね。中だったらいい。中だったらいいっす。やるだな。巨人賞みたいなすれ違いざまに言われるのが嫌っすね。AV 女優とかのお客さんとわざと俺外だったんで、そいつ連れて行くの。こう、トロフィーみたいに。そうそうそう。はい、トロフィー金メダルみたいな。くじけて凱旋みたいな。僕も俺 MC の嫌だけど。あー、無理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 。あのブランドイメージを下げたような。しかもよくわかんない靴下履いてるでしょ。なんかちょっとリボンついてる。なんかリボンついてる。ツンツンそういう系の女の子好きっす。好きっす。おう変な振り方聞いてないでしょ。ノーパンとか今まで見たことないですけど。あー、いる。ちょっと見せてきた。あ、見せてくださいいるんだよね。いますよ。同じ人かもわかんないけど。で、だいたい新人ががっついて行っちゃうみたいな。AYA ハッピーとか言ってんの。なんだよ、なんだよ、ハッピー。お母さん看護婦だからさ、ナースモノの AV とか全部入ってきた。妹いるか、妹モノも。あ、妹モノもやっと。ナースから。あ、一回なんかさ、着ぐるみで来たやつだよ。マイメロとポンポンプリンの着ぐるみがなんかで、しかも全然10月とかじゃないんだけど、で、一旦違うんじゃないって言っちゃった。プレデーとかだったらいいけどさ、平日だぜ今日、どうしたの？って言って、俺、スケープで見るやつもいないんですけど、あれ、入っちゃダメなんですよ、なんか。制服がダメっていうことで。そうっすね。結果、制服でしょ。連覚できないから。あと、GU って、僕のところですね。
言ってたよ。自由だけど。先生、ユニクロって言ユニクロじゃないから。ユニクロの自由俺みたいな。悪いよ。悪いよ。もうちょっと違うんだよ。世界で一番売れてる白 T ですからね、これ。結果やっぱあれですね。ドレスコード白 T に来てくださいってことですか。でもなんか良くない、みんな白 T だったら。潜在の CM っぽい。そんなリフレッシュ感ないですけど。一回こうね、この全員白 T の回作ろう。いや、作りましょう。それ作りましょう、それ。行きましょう。白 T 回。じゃあ白 T ってことで。白 T で。そこで、今回の結果は白 T で。今回は順番いるからね。分かってんだから。この動画が良かったら、チャンネル登録、コメント、いいね、お願いします。パスマッチでした。